全部の店全部行列じゃん。わーせあ、食うわ。この夜市は来たことない人来た方がいい。チャンネル登録お願いします。ワイン人間今日は初めてチョンユエン ES にやってきました。大学だ。空港があるタオユエン。チョンユエンのチョンユエンはチョンユエン大学。大学。中原大学がある隣の夜市が中原夜市。だからめっちゃ大学生が多い。そう、平均年齢がめちゃめちゃ低いんだよね。みんな若者って感じなんだけど。これ絶対日本人いない街だ。その中に私たちも大学生に見られるかな。青春時代生活感夜市だ。いっぱいタオパンツーツーの看板ある。台北で言ったら時代夜市みたいな感じ。しかもさっきちょっと撮ったら全部の店が全部並んでる。で食べたら多分4時間ぐらいかかるかもしれない、うん、やばい。ちょっと食べよう。早く並ぼう。この中原夜市は前にコメント欄でここいっぱい美味しいものがあるよって教えてもらったので今回初めてやってきます。今年も来たことないねえ。こんなに賑やかなんだっていうぐらい人がめちゃめちゃいるんだけど。今日何を食べたらいいの。とりあえず並んでるところやっぱり食べたいなと思うんだけど。全部の店全部行列じゃん。ほんととりあえず看板これ食べよう。すげえすげえ。これミシュランじゃないよね。ミシュランぐらい並んでるよね。史上最高の並びじゃない。これはいつまで待つの。でもここまで並んでたら逆にさ期待感が高まるよね。食べたい食べたい。65元だって。台北で食べたら絶対100元越すよね。しかもさ現場で作ってるしさめちゃめちゃ新鮮なんだよ。学生さんってさリピート客じゃん。そのリピート客が認めてるってことだから絶対美味しいよ。30分もかかった。楽しみ。しかも行列終わらないよ、ね、すごいすごい行列。超貴重な担保だ。担保のために30分。本当だ。そして並んでる人を見ながら食べる。ちょっとすいません、お先にいただきますっていう感じだね。いただきます。スープ飲むの。飲む。まずスープ飲もう。めっちゃ濃厚。美味しい。つけなくても濃厚だから絶対美味しい。しょうがないよね。しょうがないな。しょうがないからしょうがないもん。めっちゃジューシー。スープたっぷり。女の子がめっちゃ頑張って包んでくれてるから。はい食べて。まあ新鮮で美味しくて安くてだから混んでるんだな。そう、この価格でこの味だったらね、そりゃ並ぶわ。だってさっきカップルでさ3皿食べてたもんね。わかる。美味しい美味しい。わかる。美味しい。毎日でも食べたい。毎日30分はまだ上がないよ確かに。でもコスパがめちゃめちゃいい。さすが学生街の行列グルメ。ここ何並んでるんだろう。何でも並んでる。何でもいいけどとりあえず並ぼう。さつまいも。大学芋。大学の夜市だから大学芋を食べないと。そういうこと。え、配ってる。配ってくれるの。配ってくれてる。じゃあ買わなくてもいいじゃん。配ってもらったら買わなきゃいけないでしょ。先生先生くれたよ。待ってるからって言って。すごいじゃない。並んでるだけでくれたよ。じゃあもう一回並んで、もう一回並んで、もう一回並んで、もう買わなくてもいいじゃん。やめてください、そういうこと。飴が薄くて美味しい。パリパリ。じゃあここで撮影は終了。お芋もここで切ってあげてるんだよ。全部手作り。すごいね。だから美味しいんだ。手作り最高。手作り最高。綺麗。先生真功夫。さっき並んでる間にカップルに聞いた美味しいもの。チートイチュエン。チートイチュエンってどっかで食べたよね。食べてないよ。イーラン。イーランで食べたのもチートイチュエンだわ。今なんか夜市達人みたいな感じだったんだけど。全台湾の夜市食べに行くぜ。また45分。45分待ち。すごい。ディズニーランドのアトラクションじゃん。チョンユエンES効率悪いな。いやいや美味しいってことだよ。つまりじゃあ待つ間にこれ食べる。気づいた。ここの夜市のみんなは並んでる間に食べ物食べてるんだよ。なるほど。そうすると効率がいいじゃん。確かにみんな食べてる。それに習って並びながらいただきます。勉強するべきなのに食べてる。私だったら並んでる間に勉強するわ。なわけないじゃん。いただきます。芋パリパリ。作りたてだからさ、あったかいのがいいよね。しかもね、この砂糖のやつが薄いの。パリパリです。これデザートじゃないの？お芋は炭水化物だよ。日本では昔主食だったんだよ。給食だったと思うんだけど、でも甘かったの。さっきしょっぱかったでしょ？しょっぱい、甘い、しょっぱい、甘い、しょっぱい、甘い。ずっと食べれるじゃん。はい、失礼しました。先輩有油桃、花枝丸小粉的。送水店だよ。本当だ。すごい。青海魷魚頭はイカの足の部分、足の部分を細かく切ったやつってことだよね。いっぱい。はい、じゃあまた次並んで、はい、並びながら食べる。並びながら食べるの旅。次の行列を探そう。はい、行列。はい、次の行列見つけました。
ここはなんか卵、まあいいからとりあえずさっきのやつ、そうだね、並びながらさっきのやつを食べよう。今回の紹介仕方はちょっと変わってる。上海ウェイユートマグロ、ウェイユーじゃねえよ、上海ヨーユートマグロじゃなくてイカです。足にしてはすごい分厚くない？いただきます。すごい食べ応えのある太さ、まあ進むよね。これはもう揚げ物だから、これ私食べたらまたビール飲みたくなる。なる。新鮮なイカ。これね、ニンニクがめちゃめちゃ入ってんの、生ニンニク。あれサービスだよ。サービスで入れてくれた魚。うん、美味しい。揚げ物とニンニク最高だね。間違いないじゃん。イカ団子。弾力あってプリプリよ。セニーハオだと新鮮で美味しいよね。うん、生ニンニク最高。台湾人だ、間違いない。美味しくて美味しい。言葉を知らない小学生ですか？表現の仕方が難しいから。おやつ挑戦だ。え、全部？すごっ、うずらの卵をたこ焼きみたいにやってる。すげえ、早い。お、来た。これが基本って書いてる、基本のやつを。じゃあ次のところで並んで食べる。でもこれちょっと危ない。これ早く食べないと。ちょっとこれ危ないからすぐ食べます。いただきます。これ日本ないよね。そう、目玉焼きの味。焼き卵。でも香ばしくて美味しい。でも日本人にこれはたこ焼きですって言ってもおかしくないかもしれない。いや、おかしい、怒られる。でも基本的なタレは確かにお好みソースのタレに似てるから、なんかね、懐かしい味だよ。ただタレがね、垂れる。タレー、超ガンガーなところにタレがついた。なんか漏らしたみたいに思っちゃったんだけど。恥ずかしい。どう？そう、いる。新鮮な感じ。哇塞！哇塞！好酷哦！好不好吃的话，再跟我们说啊。你这我们吃的压力很大。いただきます。福建焼きそば。すごい、もう超強火のさ、炎でさ作ってた焼きそば。いただきます。こんな並んでるを見ると本当に美味しく感じるな。やっぱこれは強火じゃないと出ないこの香ばしさ。家じゃ作れない。あのお兄さんの腕ら。うん、美味しい。本当なんか高級中華の味がするよ。夜市なのに。美味しい。90元だよ。100元もいらない。美味しそう。おいしい。これ90元で食べれるのは本当に幸せだわ。めっちゃ美味しい。合格。うん、谢谢。鲜的甜的鲜的甜的鲜的甜的。うん、めっちゃ並んでる。そここれ食べながら並ぼう。終わらないじゃん、ずっと並ぶじゃん。いいじゃん、並んでる間も食べれるんだから。果物飴、リンゴ飴、果物飴ってさ、日本にもいっぱいあるけどさ、台湾人大好きだよね。でもここ結構飴が分厚い。噛むのが正解。咬断这个糖很厚耶。不然你要把它舔断。里面的番茄很酸。でも飴が甘いじゃないの。所以好喝。この飴が口の中に刺さる。面白い。本当にみんな並んで食べてる。本当にみんな。そうなんだけど、さっきのさつまいもと一緒やん。うまい。つまり砂糖がコーティングしてあると人は買いたくなるということなの。つまり砂糖はどんなものでもコーティングできるだ。カリカリと中の果物のコントラストがいいのよ。谢谢。じゃあまた次の行列を。次の行列を探そう。たこ焼きめっちゃ並んでる。でもたこ焼きは私自分で作れるかも。そうだよ、やめよう。大阪名物たこ焼きって書いてる。たこ焼きも夜市の定番じゃん。どうですか、草原イエスは。草原イエスはコスパがいい。安くて美味しいものがいっぱいある。やっぱり学生さんの街だから、学生さんリピーターになるじゃない。その人たちが並んでるってことは絶対美味しいのよ。そういうところがいっぱいあるから、この夜市は来たことない人来た方がいい。しかも学生会の行列は嘘つかない。さっき買ったチートエチュン45分待ったチートエチュン、こちらです。いただきます。熱そう。面白いね。鶏もも肉がウインナーみたいになってる。斬新だね。うん、ジューシーだよ、めっちゃ中に。でも今日は串ばっかりじゃん。うん、どうやって作ってるんだろうね。バラバラにしてるんだろうね、部位を。中にお肉を入れて皮で巻く。鶏ももの皮。よく知ってるね、株主なの。食べたらわかる。皮でくるんでるから中に肉汁が閉じ込められてて美味しい。でも出来たてだから美味しいわ。うん、これは45分待つのも納得。美味しい美味しい。続いて大ちゃん包小ちゃん。もち米で作った外側の米ソーセージでソーセージを挟む食べ物です。違うよ。ソーセージのお父さんがソーセージの息子を抱きしめてる。うん、いただきます。もちもち。ネギもいっぱい入ってて、玉ねぎとか。ニンニク。タケノコ？これなんだ？
大根の漬物だ。これとこのご飯がめっちゃ合うよね。これ1個食べたらめっちゃお腹いっぱいになりそうだし、学生さんにぴったりだね。おいしい。味の感想は？デリシャス、ホタ。こういうをもう一回勉強してください。チャンネル登録お願いします。欢迎订阅。